クリストファー・マイケル・ウッド・ボードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、コビーナ出身の元プロ野球選手、監督、ウトウミギウチ。2019年シーズンにより、MLB のテキサス・レンジャーズの監督を務める。1994年の MLB ドラフト54巡目で、トロントブルージェイズから指名され、翌年の5月に契約して、プロ入り。 1999年6月7日にメジャーデビュー。2002年はフェリペロペストの併用で90試合に出場し、自己最多となる13本塁打をマークし、翌年以降への期待を抱かせた。2003年は自己最多の104試合に出場するも、のきなみ成績が下降してしまった。2004年はベテラン内野手のクリス・ゴメストの併用で、 64試合の出場にとどまった。2005年にニューヨークメッツへ移籍。2006年まで在籍し、主に控えとしてプレーした。2006年オフにアトランタブレーブスに FA 移籍するも、2007年は打率。199と不審に陥りオフにシアトルマリナーズにトレードされた。2008年はメジャー出場がなかった。2009年6月に、 小ゾール一種だった、エイドリアン・ベルトレイや声優劇種のユニエスキー、ベタンコートの離脱に伴い、2年ぶりにメジャー昇格した。同年8月7日、ウェーバー工事を経て、ボストンレッドソックスへ移籍した。その後、2011年まで現役を続けた。2012年11月には、第3回 WBC 予選のニュージーランド代表のコーチを務めた。 2014年シーズンによりマリナーズの内野コーチを務めシーズン途中から一類コーチに転任した2015年7月6日に第4回 WBC 予選のニュージーランド代表監督を務めることが発表された2016年から2018年までロサンゼルスドジャースの三類コーチを務めた2018年11月3日テキサスレンジャーズの 第19代監督に就任した。現役時代は意外性の打撃と複数のポジションをこなせる器用さが魅力だった。ポジションは主に遊撃手で内野ならどこでもこなすことができる。滅追跡後に外野も守り始めた。ブルージェイズ時代の2002年に90試合の出場で13本塁打を記録したように意外性がある。あまり敷居を選ばないので出塁率が低い。 ありがとうございます。